どうも、こんばんは。何見えていいやつ。見えていいやつかな。剥がしとくか。剥がれねえや。いいや。<laughs> はい、どうも、遊戯王の診断でーす。診断って言っても、もう、こ,こんばんは。診断って言っても、いつだ先週の土曜日。まあ、1週間ぐらい前に出た。 やつですね。ちょうど。1週間じゃないか。いよいよいよ5日ぐらい前。に出たですね。遊戯王の診断。これもニゴリラ。しゃべそう <laughs> 遊戯王の診断ですね。えー、ライズ・オブ・ザ・デュエリスト。えー、今回からですね、遊戯王がラッシュ・デュエルと、この、今までの遊戯王とラッシュ・デュエルっていうのに、この、今年から別れましてですね。えー、それの、もう、 だから多分子供向けと大人向けに分けるんじゃないかなっていうので、えー、動画撮って動画撮ってどういうこと新ルールのやつそうですね、新ルールの遊戯王ですね。診断です。あ、新ルールのやつではない。一応まあ、一応遊戯王も新しくて、普通の今までの遊戯王もルールは変わるし、 ルールっていうかまちょっとだけルールは変わるしで新しいやつもラッシュデュエルって言って全く新しいそうですえー遊戯王の診断が出たということで私遊戯王大好きなんで買わせていただきました普段はねあの遊戯王開封配信なんてしないんですけど友達といつも買ってサンボックスぐらい友達と一緒に買って全員でであの分け合うっていうのやってるんですけどちょっと今外出自粛中じゃないですかなんで友達とも 遊べてないので、まあ、とりあえずたまにはこういう配信も。こういう開封ここそそつべの動画がいいいいいいんんでないんかえそういいよ <laughs>、まあ、こうようね、配信もたまにはいいかないタコは何使うの俺はですね、基本的にはヒーローとか、えー、あとは、同志です。ヒーローとか、まあ、あとんだろうね、使ってるの。まあ、いろいろですわ。最近だと戦火っていうね、テーマとか使ってますけども。 えーこちらにもね、戦果とか入ってらっるらしい。でも俺が狙いたいのは、まあ、ワンボックスがか買ってないんだけどね、まだ。えー、このガイアですよ。昔、皆さん知ってますか暗黒騎士ガイアっていう、あのー、もう本当に最初期の初期のカードなんですけど、それがリメイクされて、ほら、これ、竜騎士。そうらしいんだよね。俺、全然情報見てないから分かんないんだけど、全然情報見てないから分かんないんだけど、何が入ったかよくおかしくないんだけど、この、竜騎士。 ガイアのリメイクカードが入ってるっていうまたたガイア再録されのか話なんでちょっと楽しみだなと思いまして買いましたリメイクかそうリメイクカードがね楽しみなんでちょっと焼けましょうか、まあ、余計な前だけいらねえよなガシャ配信とかも,でもそう一緒だけどさ余計な前よけいらないんですよ今回ので完全にガイアデッキで形にになったあ本当にちょっとねやりたいなって、まあ、ワンボックスが揃わないんですけど、まあ、今度いつか友達と会って友達もなんか何ボックスか買ったらしいんで、まあ、うまいことトレードできればいいなっていう ところですね、まあ、まだ会えるか分かんないんですけど時期も時期なんでよし開けましょうなんかこれね初回限定でねプラスワンボーナスパックっていってキラ確定のパックが1枚入ってるらしいですああこれ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 ねこれキラ確定らしい楽しみだねあとで開けようぜさあうわー楽しみ楽しいねやっぱパック開けんだらたまんねえよなたまんねえよ い,いくつになってもワクワクが止まんねえよよしあげましょうちなみにわしはまう神龍りゅ円柱えを握ってるぞえー、めちゃめちゃ強そうじゃんやめて俺あの全然ガチでやってないタイプの人間なんでガチでやってるタイプの人間じゃないんでそんなね全然ね強くないんですよね で、俺、このパックもさ、正直、最近俺、遊戯王って何が入ってるか全然知らない状態でやんのが楽しいから、パック開けるの。あ、遠征騎士っていうのが新しいテーマであるんだ。へえ。ー。聖騎士の新しいやつですかね。おい。エッジインプ。はー。今、デストーイの新規か。面白いね、割と。なんか、昔のテーマを再録してきたりするよね。あ、残機の新規なんだ。へえ。ー。 れ本当にえ、これかっこいいな。俺、残機もね、一時期組んでたんだけど、なんか、ね、みたいね。残機も一時期組んでたんだけど、あのー、なんか、あんまり飽きちゃって。これ、一枚だけなのかなちょっと残機避けとくか。メルフィーの隠れも何これかわいい。このカード目の2の効果は一旦2乗しか使用できない。自分フィールドの獣族モンスターそれぞれ一旦に一度効果だけだ。効果だけな一度だけ効果では破壊されない。 えー、自分の墓ちの獣族モンスター3体を対象に加えて、えー、発動できる同盟カード1枚まで、そのモンスター的に加えてシャッフルするその後でから1枚ドローする。ああ、獣のなんかですか。おえあ、いきなりしく出ちゃったもうーメルルフィーレベル2獣族の新規テーマぞあ、そういうテーマがあるんだ。ねえ、いきなりしく出ちゃったもうやだー。何これ。打天使新規霊明の打天使、はい、ルシフェル。もうやだー。<laughs> なんでこの一箱に。 これ1箱に、あの、シークレットレアっていうのは1箱に1枚しか入ってたいんですけど、なんかいきなり出ちゃった。これシークレットレア楽しみでみんな。楽しみで俺は買ってんのに。スリーブがなんか適当な。スリーブでいいや。机の上に転がしたスリーブ使おう。こいつ、打天使だから強いの4000、4000だってすごい。わかんない。かっこいい。強そう。はい、出ちゃった。 いきなり出ちゃったな雑に,雑に強いんだ。まあ、打天使っていう時点でもう強いんじゃないかなっていう気持ちはしますよね。打天使って大体強いじゃん。なんか知んないけど。はい。なんか今回、レリーフがやばいぞって友達が言ってたんだよね。何これ。ネメシ、あネメシスの新規か。えぇ。フィフェルをへぇ、あっ、あれみたいな感じか、じゃあ、一応。なんか、あの、アブソリュートゼロみたいな、エレメンタルヒーローの。 遠征騎士。あ、ほんとはメルフィー。かわいい。女の子とかに使ってほしい。打天使もこんないっぱいテーマ入ってんだ、カード。おい。あこれ欲しかったやつだ参戦の際。これ欲しかった欲しかった。嬉しい。これめっちゃ強いんだよね。これめっちゃ強い。てか、キラ出すぎだろ。これめっちゃ強いんだよ。これめっちゃ強いの。これ。え、爆当たり これすげえ強いんだよ参戦の際これ欲しかったですむしろ今回一番当たりたあそうなんだやった嬉しいだ大体合ってるモリンフェンとかも多分マジでね最近の遊戯王の感じ最近の遊戯王ってすんごいなんかその子さんに対してなんかすごいねあのあれしてるんですよなんかあの 媚びてるから全然モリンフェンのね多分強化とか来ると思うよコアキメールえこいつかっこいいめっちゃまた岩石のコアキメールなんだうーん前もいたよね確かねあ出たノーラスレシュ・リューカーソオブ・ドラゴンこのあたり使っていきたいですね何これ初めて見た全部初めて見るカードなんだけどマダマシアあアダマシアドラグン・オブ・レッド・アイズさんアダマシアドラグン・オブ・レッド・アイズ持ってないんだよね 自分フィードの岩石族のモンスター、あ、岩石族テーマがあるの、アダマシアっていう。岩石族モンスターの数、プラス5枚をデッキの上からめくる。その中のめくったカードの枚数以下のレベルを持つ岩石族モンスター一体を選んで手裏にこれ、え、強くないこれ。残りのカードは、マシえ、残りのカードは好きな順番でデッキの一番下に戻す。このカード発動後、端子終了しまい、自分は岩石え、これ強くないめっちゃ。えーお、なんだ。知らない。 もう全部一枚ずつ見、全部知らないから全部見ていくよ。ごめんなみんな。多分知ってる人は全然面白くないと思うけど。知らない人も面白くないけど。<laughs> 俺だけが楽しめる配信です。これに関しては。画質が悪い。このカード面の効果は一旦2色しか、いずれしか使用できない。ね、自分不の源流属モンスター1体をリリースした後できる。デッキから源流属モンスター1体体体に変える。効果モンスター以外のモンスターをリリースして、このカードを発動した場合、体内に加えず効果を無効にして特殊召喚すること。えどういうこと あ、効果は無効化した特徴がなるほどね。えー、あ特徴ができる。え、速攻魔法で特徴ができるのは強いな。自分フィールド上に、あ、転移のカードなんだこれ。あー、自分フィールドに効果モンスター以外のモテ表示モンスター存在する場合、自分メインフェイズに墓地のこのカードを除外したらうできる。デッキカら転移カード、あ、これ,いカ略これ強いわ。普通に。これも結構雑に強いというか。強いわ。 へえ。天意もちょっと気になってたんだよね。ね川口ってて千年人に似てるよなああ<ー>、う<ら>嬉しい。目ん玉一つじゃねえけどな。天意もね、ちょっと気になってたんだよね、昔。あこれ友達がやりたいって言ってたテーマだね、多分ドラグマ。これ友達がやりたいって言ってました。ドラグマっていうテーマなんで分けときます。遠征記者は興味ない。遠征記者興味ない。おなんだこれまた打天使じゃん。クリー,ターに似てるよな 禁じられた人としくえー、打天使クソどうでもいいわまあ天意は、うわ今やってる遊戯王ストラクチャーズっていう漫画のスズいかカく。えー、そうなんだまた当たりやんけえ、これ当たり俺当たり箱引いてるもしかして全然、堕天使が結構強いのかな、そしたらまたこれいいね、砲撃のカタパルト、どういう効果なんだろうほら、カタパルトタートルって多分うカタパルトシュートじゃんそう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 、昔の人禁じられた一滴、強いぞあ、強いんだ 昔の人だったら知ってると思うんだけど普通に当たり箱やんけ当たり箱なんだこのカード名の効果は一旦二所しか使用できない自分ひどいのモンスター一体をリ,リースした後できる手札で木からアンク黒騎士街やモンスターまたはドラゴン族レベルええ、そうなのちょっと待ってどういうことえてかこれ超強くない今来たいっぱいいいの出てるらしいなんか俺もよくわかんないけどえこれ超強いわあでもリリースしてか カタタパルトタートルへえ手打できから暗黒騎士ガイアモンスターまたはドラゴン族レベル5モンスターいたり特徴感だよこれ超強いやばこれ4枚欲しいあ3枚だこのゲームはカタパルトタートルミが深いカタパルトタートルミが深いやっぱ暗黒騎士ガイアをカタパルトタートルで射出するのが強いけどガイアガラムにもっとシンドいるあそうなんだこれ何このタートルはのちょっと違って、ね、これはちょっと違うタートル <laughs> えー、一番一旦に一度しか、一旦に一度しか発動、遊戯王カードってこの最初に、このカード名のカードは一旦に一度しか発動できないって、ついてると、基本的にクソ強いって噂があるんだよね。えー、自分の手札フィールドから、このカード以外のカード2の数だけ持ちよく発動できる。その数だけ相手フィールドの効果モンスターを選ぶ。そのモンスターはターン終了時まで攻撃力が半分になり、効果は無効化される。え、強っこのカードの発動に対して、 えー、相手はこのカードを発動するために墓地を送ったカードともともとの種類が同じカードの効果をはぜっくそ、ね、強くないこれクソ強くない何これ全然関係ないじゃんあれあの打天使全然関係なかったクソほど強い超汎用カードだったこれ。クソ強いぞめちゃめちゃ強いなこれ <laughs> 普通になんか相手を縛るカードとしてめちゃめちゃ優秀じゃないこれえー、面白いね 知らないカードがいっぱい入ってて。あ、メガリスね。メガリスも入ってると。で、戦果が出ないなファーニマルとか入ってんだ。おちごや試験スタツアドカネ、そこ向こうはやばい。ね。なにこれ、ドラグマの典型アディンかっこよ。どこに置こうかな。いや、とりあえず適当に置くゾーン、適当に置くゾーン作るか。あー、ドラグマね。ちなみに、禁じられた魔法だから、失楽の魔女っていうカードでさ。あ,<っ>あ、これ禁じられた やつかああ、禁じられたシリーズか。はい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 。なるほど、これ禁じられたシリーズなんだ。だから、シンプルにこれ。あれか打点し、打点してる絵なだけで、禁じられたシリーズなだけか。なるほど、なるほど、そういうことか。い。おい、なにこれ。ブリザード。面白そう。速攻魔法でいいね。この角目のカードは板にし度しか使用できない。強そう。相手フィードの表側表示の魔法カード1枚足しろ、ただ届ける。 えー、そのターン、そのカード及びそのカードと元々のカード名が同じ魔法カードがフィールドで発動する効果は無効化される。このターン中に対象のカードが相手の墓地で発送られる場合、墓地へいうか、相手のなんか難しいな。そんな強くないな。強くなさそう。よくわかんなかった。<laughs> おじさん、バカだからよくわかんなかった。すりぶりとかじゃん、禁じられた一滴も。なるほどね。清掃とか、聖杯とかのシリーズが禁じられたシリーズ。なるほど、なるほど。 はいはいだからかふうふう出たメルフィーかわいい女の子に使ってほしいうわあこれ闇マシンナーズかなんかマシンナーズっていうテーマがあってこの間デッキが出たんだけどその中に1枚だけ得点カードで闇マシンナーズがいたらしいんだけどそれの多分派生だよねえなにこれ これも闇マシンなはず機械属ユニオン一旦に一度以下の5を1つ選択肢はずできる自分フィードの持てモンスター一体対処としこのカードを装備カードあこれユニオンかユニオンかモンスターに装備されているこのカードが破壊され墓地を浮かられた場合に発動できるこのカードを特殊召喚するふんーどうなんだろうよくわからん出たドラグマ、はい。ああ遠征ね 鼻水出てきたなるほどなんかレリーフがめっちゃやばい,みたいなサイコショッカーーとかデーモンの召喚ってまだ使われてるのサイコショッカーが実はね今度新しいテーマとして出るんですよだから今サイコショッカー高騰してますかわいいあバニラなんだこれんいいねバニラモンスターはかわいくていいサイコショッカーは次のパックで強くなるうわかっこいいこいつ堕天使ネルガル堕天使が結構いるね リバイアさんほらこういうリバイアさんとかのカードがあるんですよラビーちゃん守備力もあるすごいね星2なのにリバイアさんこれ激流層1枚を手札に加えるえ激流層1枚手札に加えられんのへえ自分フィールドの水属性モンスターが効果で破壊される場合代わりに墓地のこのあ強いじゃんこれ普通に強いかわかんないけど <laughs> <laughs> 激流うなんかやっぱりあれだね解雇中というかさ初代遊戯王デュエルモンスターズを好きだった人たちに向けてのなんかもうやっぱ大人向けになってるねちょっとずつ何これあこれドラグマのテーマかなわかんないけどマグシムスあドラグマって書いてあったすごい打って相手の場だけ崩壊させられほんとだ そういういことか、自分フィールドの水属性モンスターが効果で破壊される場合、代わりにこのカードを除外できるって、そういうことか。はあ、なるほどね。だから、あの、漫画であったさ、遊戯王の漫画であった水、水あの、激流層に流されない。水属性だから激流層に流されないんだっていうのが再現できるんだ、これで。へ、え、ぇ、ー、面白。<laughs> いいね。そういうなんか原作再現カードが増えてんのはいいね。ダイヤ、メガリス。はいメルフィータイム。かわいい女の子に使ってほしいな、何これ。 シャドールまた出たのシャドールーク。シャドールは絶対強いからダメだよ。<laughs> シャドールは絶対強い。シャドールはなんか真剣のカードが来るだけで強いんだから。どんなカードだとしても。テーマが増えるだけで。そのシャドールはのやばいぞ。やばいんだ。ちょと見とく。シャドールあんま詳しくないね。でもね、えー。自分相手のメインフェーズに発動できる自分のフィールド墓地からシャドール融合モンスターカードに決められた融合素材を,を除外し、 その融合モンスターを、え、融合召喚するその後この効果で融合召喚したモンスターと同じ属性を持つ相手フィードのモンスターを1と選んで墓地を送ることでえ、この効果で融合も召喚したモンスターと直接動いてくれなクソついんだわダメでしょシャドールが強くなっちゃうかつまり相手単にミドラュエグ <laughs> そうかトラップだから相手単に融合もできお何これあなんかなんか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 すごい光が方しないなこれ待ってなんかすごいレア出た スパイラルフュージョン。俺融合カード好きだからちょっと気になる。自分テクトフィールドからド,ドラゴン族融合モンスターカードによって。あー、なるほど。何<か>えー。それ新しいレリーフだ。新しいレリーフなんだ。えー。あこの効果で竜騎士ガイアを特殊召喚した場合、そのモンスターは、攻撃力が2600アップし、そののバトルフェイス中に2回までモンスターを攻撃。<laughs> なんだこの神カード。 え見ちゃうじゃんいきますはっおええ雑に強い何これえ新しいレリーフやばなルル何これすげーええんかツルツルしてるえかっこいい新しいレリーフちょっと掘り深くなったねこれガイアカード え、ちょっとだけ掘り深くなったね、前より。ツルツルしてなくなった。この背景がさ、昔ってさ、この何もうツルツルだったんだけど、あ、めっちゃかっこいいじゃん。新しいレリーフ。ちょっと、ここ、鬱陶しいけど。<laughs> 周り、鬱陶しいけど。えー、すげえ。わかるかなみんなに、この、質感というか。すごい、ちゃんとレリーフの、なんていうのものによって、場所によって、この何 レリーフの質感が出てるのがやいヤッホーかなり伝わってるこのレリーフの質感が変わってんのがいいわこのさ手から出てるオーラみたいなところとこのなんていうの背景の何ていう渦巻きみたいな新しいレリーフだねこれね渦巻きみたいなところのなんていうの質感の差が出てんのがいい今までってさもう背景はベトーってなんかしてたんだよねそれがなくなってるわどうもこんにちは かっこいいめっちゃ全然興味ないけどこいつに関してはえね。くまいよ友達が聖騎士組んでたんだよねだから遠赤士も組むんじゃないかなメルフィーって誰あなんか可愛い女の子たち出たよ。可愛い女の子が使ってほしいカードくんキラーは出てないけどてか全然ガイアが出てくんないんだけどやべえ。俺ガイアでこれ欲しかったそういえばメルフィー ガイアでこれ欲しかったわー。おっ、なにこれ美少女じゃん。立花生す、すとなえ。立花生ってなんかなかったっけ植物族、星4、2体。このカードのエクシーズを1つの時、自分の墓地の植物族モンスター、または立花カードってことはやっぱり立花っていうのがあるんだ。1枚の対象としてはそできる。このカードは手にえる。うん、そのカードで何札にえる。あ、植物族汎用でもあるのか。うん エクシーズを持ったこの方がリリースされたとき、場合にはするときで自分のエクシーズテーマ。やっぱ前あったよね。も地からランク5以,以上の植物エクシーズモンスターを入れているよ特徴がする。これ強いじゃん。めちゃめちゃ。普通に強くない何これ、クソかっこよくない旋回のベスネペイト。アダマシアと同期ぞアダマシアってんだっけ興味ないテーママジマジックやねや,べーやっこぇ。<ー> <laughs> れ本当に興味ないテーマ、興味ない。何これクソかっこよくない旋回のベスペネイト。いいね、これ。似合うわ、ジレア。こいつ、ジレアにめっちゃ似合うわ。一旦に一度、自分フィールドのランク4エクシーズモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚することもできる。このカードがエクシーズ召喚されたターンにはエクシーズ素材にはできない。このカー方の2の効果は1ターン一度しか使用できない。えー、守備貫通 2、エクシーズ召喚したこのカードが相手によって破壊された場合、自分の墓地のレベル5以下のモンスターに<も>対処する。レリーフなら、レリーフでかっこよくなりそう。ああ、それはあるかも。そのモンスターを、わーん。なるほどね。なんかまあ、結構難しそうだけど、結構絵柄めちゃめちゃ好き、こいつ。絵柄とこの何黒とジレアっていうなんか。で、地属性での。な全部好きだ、こいつ。こいつ好きだわ。こいつめっちゃ好き。<laughs> 今回で一番好きかもしれん。今んとこ。 で、ガイアが全然出てくんないんだけど、やばい。これ、キラ何枚入ってんだろう十今までと一緒かな入る、めっちゃ入る。今までと一緒かな ?11 枚かなうわ、もう5枚ぐらい出てんじゃん、じゃあ、だとしたら。やば。文字。文字っていなかったっけあの、カバジと。ワンピあおおおお,おプラス1パックもらった。もらった。やったやったやったや,ったやったかめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。うわうわうわやった。お えっと、このカード名のルール上、暗黒騎士ガイアカードとしても扱う。いいね。いいね。そういうのいいよね。このカード名の2の効果は1旦以上しか使用できない。自分フィールドにモンスターが存在しない場合、または相手フィールドに攻撃力2300以上のモンスターが存在する場合、このカードはリリースなしで、えってことはさ、強いじゃん。あれと一緒だね。あれ似てるわ。あの、なんだっけ。ガイアドラグーンだっけ。生ませてたガイアドラグーンじゃなくてなんだっけ。 強いぞこのカードが召喚特殊艦に成功した場合に発動できる自分の手札は墓地からドラゴン族レベル5モンスター1体を選んで守備表示で特殊艦するあじゃあこいつがさえ出せれば一瞬で融合までいける可能性が高いってことかうーんカーソオブ・ドラゴンな竜騎士が出せるってことかうわいいなめっちゃいいめっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しいでこれなあ新しいカオスフィールド以外のフィールド出たんだガイアの フィールド名みたいフィールド魔法じゃないみたいな名前してんな次の部位のジョンに星4ガイアつくから3冊書くしとけあーやっぱ買うべきかあれ自分のモンスターゾーンに竜騎士ガイアが存在ってことはさあの多分竜騎士ガイアのこの表紙のやつ多分竜騎士ガイアとしても扱うんだろうな竜騎士ガイ,アカガイアカードっていう書き方してないってことは多分竜騎士ガイアとしても扱うっていう効果がついてるんだろう竜騎士ガイアが存在する限り 自分はバトルフェーズ中に効果を発動できない。ふう。あ、相手はだった。相手はバトルフェーズ中に効果を発動できない。なるほど。えー、以下の効果から一つの選択肢を発動できる。これが一体二勝しか使用できない効果ね。手札から暗黒騎士がガモンスターを一体相手にミスタ発動できる。デッキからドラゴン族レベル5モンスター一体というのあ,あー、強いね。手札のドラゴン族、あー、なるほど。逆ね。レベルドラゴン族レベル5モンスター一体を相手にミスして、デッキから暗黒騎士がガイあー。強い。これめっちゃ強い。必須だわ、多分これ。でも。 どうなんだろういいカード。めっちゃいいカードではあると思う。カオスフィールド、どっちがいいんだろうカオスフィールドも確かガイアサーチだよね。おい。お出た。カースオブドラゴン。こいつの効果見てないのそういえばな。呪われしりカースオブドラゴンって呪われしりだったな。えー、1位の効果はそれぞれ1対2でしか使用できない。 このカードは召,召,いい、ね、召喚特殊召喚に成功した場合に発動できる効果はめちゃめちゃいいわ。デッキからリ騎士ガイアのカード名が記された魔法トラップカード1枚手札。くそソつえこれやば <laughs> こいつクソつえわ <laughs> こいつクソつえわ <laughs> このカードが墓地を送られた場合、自分フィールドのリ騎士ガイア1体を対象とした時のそのモンスターの攻撃力は、以下の攻撃力を持つ ITV のすべての表が表示モンスターの効果はターンシューズメンに向される。へこれ超つえわ これジレアじゃなくてよかった。でもジレアだったらよ嬉しかったな。個人的に俺ジレア好きだから。この絵めっちゃかっこいいと思う。おー、だっていしな。楽しい楽しい遊戯王の新しいパック。ガイア超かっこいい。こいつ3枚欲しい。遊戯王の新しいパック、楽しくてたまらん。ちょっともう一箱ぐらい欲しいな。買おうかな。 でもあんまりさ通販も利用したくないんだよね実際ね今ねこの時期だからあ戦火の新しい戦火主力だ嬉しいどういう効果だろう東南の風えーえー、このカードは発動後2回目の自分スタンバイフェスに墓地に送られる1に1を自分名義フェスに発動でる買ってしまコイントスを1回行う表だった場合このカードを墓地へ送るほうまああの戦火カードが墓地へ送られた時に効果発動っていう効果やつもいるから えー、このカードが魔法トラップゾーンから墓地を受けれた場合に発動できる。そうだね。そういう効果だね。このカー、ターン、自分の戦火カードの効果の発動に対して、相手は効果を発動できず、自分フィールドすべての戦火効果モンスターはターンシーで以下の効果を得る。このカードの攻撃戦限時に発動できる。相手フィールドのカードを1枚、えー、これ強い。選んで破壊選んで破壊 <laughs> これいいわ。サイクロンとか入れなくて済むかもしれん。これのおかげで、シャドールね。また出た。 これいいわ、戦火しで、戦火師略がやっぱ少ないから今足りてないからいっぱい欲しいわ。よーし。いいよ対象を取らない。対象を取らないのはマジで強い。選んで破壊は。おい。おい。おい。おなんかめんどく,めんどくさなのちょっちゃうわけんと。えー、スパイラルリボーン。もう超かっこいいんだが、もうすでに絵が。 このカード名のカードは一旦に2ましか発動できない。自分の墓地のレベル7以下のドラゴン族モンスターは一体対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。あー、なるほどね。レベル7以下のドラゴン族なら特殊召喚できるの強くないこの効果で竜騎違外を特殊召喚した場合、そのモンスターは相手の効果が対象にならず相手の効果で剥がすない。クソ強いや。しかも、完全蘇生じゃん。あ、ば。あ出た俺の好きなやつ。完全蘇生はやばいよ。めちゃめちゃ強いよ。<laughs> しかも、竜騎士ガイアカード、あの、効果として入ってるから、なんかさっきサーチできるやつあったよね。竜騎士ガイアが名前が記されたカードをサーチするみたいなカード。おい、おい、おい。うわっ、もうめっちゃいろいろあれ楽しい。あ、なんだこれ。あなんかかっこいいやつ出た。キラーだった。これは友達にあげよう。全然手が出ないんだけど、あれ、竜騎士ガイア。スパイラルディスチャージ。 このカード目の2の効果は大当たりあ、大当たりなの一旦2度しか使用できない。自分のモンスターゾーンに竜騎士ガイアが存在する限り、相手は竜騎士ガイアしか攻撃対象に選択できない。なるほどね。えー、自分の竜騎士ガイアが戦闘を行う攻撃宣言時に、フィールドのカードを1枚対象として発動できる。そのカードを発壊する。これクソ強えや。スパイラルオブディスチャージ。最高です。ありがとうございます。あとは竜騎士ガイアが出てくれればな。てかガイアカードが何枚あるかもよく分かってないんだよね、俺ね。実際。 遊戯王、昔構築されてる水のダイダロスデッキ買ったきりだなあ、本当にやろうぜ相手に EX モンスターがいたら手札から出てきて効果無効にしてくおかっこよ相手に EX モンスターがいたら手札から出てきて効果無効にクソ強いじゃんやめてほしいそういう強いカードをさ、友達にあげるとき一番きついんだよね友達にあげたカードで俺が殺されたりするのは一番辛いよねえ悔しいあげなきゃよかったってな おじえなんかさー出ないなーあドラゴンメイドも新規が出たんだなんか俺が欲しいカードが出ないクソどうでもいいのばっか出ちゃうなーガイアが欲しいだけなのに私おいこれはドラグマかあドラグマデストーイ何これあ政聖剣のフィールドなんだ あともう13パックぐらいしかないよやばいねほいほいほい,水の踊りいほいおおな何これクソかっこいいんだけど待って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 興奮する興奮するちょっと待ってめっちゃかっこよくない何これドラグマのカード <laughs> クソかっこいいぞんだこれ反抗騎士ガイアそれじゃやばー <laughs> えーあー めっちゃかっこよくないこいつ<ー> 1> 星2 2> 1 4 2 4 2> 1> このカードの123の効果はそれぞれ一旦にし一度しか使用できない。自分フィールドのドラゴン族の融合モンスター1体をリーチして発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。ーーこの効果は相手さんでも発動できる。ほうなるほどね。強いね。このカードが特殊召喚に成功した時あ成功した場合、フィールドの 攻撃表示モンスター1体を対象として発動できる。えー、そのモンスターを守備表示にする。うん、このカードをリリースして発動できる。デッキから、あ、これじゃあ1回耐えもできるんだ。特殊艦に成功した場合、守備表示にできるってことこのカードをリリースして発動できる。デッキから、えー、暗黒騎士が、いや、それじゃあ、以外のレベル7以上の戦士属モンスター1体を対象に加える。へー、これは何を、じゃあ、加えるんだろう。加える先があるのかないや、嬉しい、めっちゃ。 あとはほんとこの表紙だけじゃないそしたら出てないのわかんないけど。キラで。キラのガイア系で出てないの、あとはこの表紙だけじゃない。どうなんだろう。嬉しい、かっけえ。これしく欲しいな。えこれキモえ、これキモ妖怪魚デッドリーフ。ガイアオリジンだっけフロックカード。あ、なんかそうらしいね。ガイアオリジンっていうのがいるらしい。あいつでも星4だもんね。レベル7以上の戦士族って何だろう あれかね、やっぱカオスソルジャーかな。こいつも、なななかなか悪さできそうな魚あ、そうなんだ。うい。うい。うい。何、こいつ。え、だ7以上でしょ、確か。7以上の戦士族モンスターを手札に加えられるだから。な、何加えるのかなと思って。こいつ何、何あ、これノーマルレアなんだな。そんな感じしたもん、絵柄が。天使族なんだ。 えー、このカード目の1年の効果はそれぞれ1旦2勝しかしよできない。自分フィードのポータン。あ、ポータンっていうカードがいたんだっですね。以下略え、じゃあ一番組みやすいじゃん。ありがてーえー、ポータンモンスター1体を対象としてはできる。そのモンスターはポータンはまた懐かしい昔にいたよね、ポータンって多分ね。あーまあいいや。うどうでもいいわ。<laughs> 効果を読むのすらおっくなぐらい。 やっぱでも、地引きしたいっていうのがあるよね、実際。え、じゃあ、こいつの敷とか安いと思うああ、いいね。出たなんか、それ当たりだよって言われた。うい。どっちも出た。うん、うい。えいいね。リーズナブルじゃ。なにこれ。るべきしガイア。そんなのがいるの このカード名の1の子が1対2しか使用できない。自分の墓地からトラップカード1枚除外したらできるこのカードの元々のカード名が行われるトラップカード1枚を墓地から選んで、テグザに超える。へー。面白いね。うんこれもどうせノーレアでしょなんかノーレアっぽい絵柄してるし。わかりやすいんだよな、コナミはな。コナミはそういうとこあるから。わかりやすくして。あれは違う。えぇ、ー、うそ <laughs> くそ。<laughs> 騙された。 ああやったーめっちゃ嬉しいやったー超嬉しいやった出たかっこよーうわこれのレリーフ絶対かっこいいなー箱やんけこれのレリーフ絶対かっこいいわーうわーああレベル5ドラゴン族モンスターでいいんだじゃあ別にあのメテオドラゴンでもいいんだ最悪これ融合出すのは。 暗黄騎士ガイアモンスターとレベル5ドラゴン族モンスターだからあれでもいいんだなんやかんややかでガイアの光もみんなな出たなのかなだとしたらめっちゃ嬉しいんだけど1箱で <laughs> 欲しいのの全部当てたのもう最高じゃんもう最高だわマジでわかんな、ね、いまだ俺何入ってるカードわかんないけど多分で出たんじゃない3枚ぐらい出たぞだって <laughs> えー、このカードはモンスターゾーンに存在するけでやっぱり龍騎士ガイアとして扱うよねそうだよね呪われしの方が効果無効を狙えるしその方がいいですけどね ああ、そうか。自分相手のメインフェーズにこのカード以外のフィールドのカード1枚対象として発動できる。えー、このカードの攻撃力を2600ダウンし、対象のカードを破壊する。へぇ。めなんか2600アップみたいなのあったよね。このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時に発動できる。このカードの攻撃力を2600アップする。うーなんかあんま強そうじゃないけど。<laughs> どうなんだろう。ようわからんててないの。いや、出た出た、そのあたりも。 カタパルトタートルも1枚出たしガイアフュージョンも1枚出たってことはもう全部出た俺もしかしてガイア系のカード超アドじゃないやばくない超かっこよくない <laughs> もうあとは消化試合出たかも、ね、消化試合かもしれんあとはえやばいめっちゃ嬉しいわ自分で引けたのまあ本当はレリーフとこの辺りシクとかレリだったらうわこれ絶対レリクソかっこいいクソ顔レリ顔 窓置きのがやも当て,た当ててないっけほら当ててる当ててる。だから出てる何れ。何これ何これサンダーハンド。あハンド系のファイヤーハンドとなんだっけフリーザーハンドだっけなんか忘れてたけど。それの新しいの出たんだ。えー、強そう。ハンド系クソ強かったからね。<laughs> 俺だから欲しいの多分引けた。地引きできたわ。うわ、嬉しい。嬉しい。 なんだこれアルバスの楽園。あっアルバスアルバスってテーマんん何パックああこれあとね、4。ドラグマ絡み。あ、ドラグマ絡みじゃあ友達にあげよう。うい <laughs> 友達にあげるゾーン。いや、めっちゃ嬉しい。よかったー、出て。あとはもう、心置きなくシングルで帰るわ。 うん、なるほどもう出なそうだねいやあよかった召喚特殊召喚した時に超効果だからドラグマけどりえそうなんだドラグマは簡単にあげると後々後悔しそうまあいいよ別に俺だと友達にガイアもらうしあー欲しいえてか戦火のキラー出てないやばいうわそうだ唯一だ出なかった戦火出てないわ戦火戦火欲しかったのに俺全然出てない もう出ないかなさすがに。にへぇ。勝てねえかな俺の。あれだと。ガイアデッキだと。<laughs> うい。うわぁ出なかった終わった外したうわぁ戦果出なかったかまぁ、あ、いいか。 ガイア出たしな。センカはまあ友達でスタっぽいから。いいでしょいやーよかったでもガイア出せて。あとね、これがあるんですよ、実は。まだ終わらないんですよ、私は。これに入ってるかもしれん。送料も安いから大丈夫。あ、本当にこれもは、これに入ってるかもしれん。プラスワンボーナスパック。これ何が入ってんのこれで当てるべ。これ、レリーフとかは入ってないのかな プラススワンボーナパックレリーフとかなさそうなのかなないのかなこれは。え、可能性あんのこの箱の光物はく。へぇ<ー>。<ー>ウィス。ウルレアとスーパーレアが入ってるってうのは聞いたんだけど。レリーフも入ってんのこれ。レリー、四空。スーパー以上のレアリティどれか出る。え、じゃあこれ当てるしかないでしょこれの四空。あ、これのレリ。 どプラスリュウキシガイアのプリズマ。あリュウキシガイアのプリズマが一番やばい。<え>何プリズマっておい、プリズマ出すべリュウキシガイアのプリズマ出しても最強の伝説にしようぜ、ここで。リュウキシガイアのプリズマ出そう。何それ2万回んのどうせ。今回からの新レアリティうわ、欲しいプリズマ。うん、プリズマティックシークレットレア確か7万七万 ?10 万。 え、これからしか出ないの ?7 万くらいする。これしか,でからしか出ないのこれからしか出ないのちょっと普通にボックスから出るのえぇ、マジで言ってんの当てるか。リュウキシガイアの、行くぞプリズマティックシュクエットレアなんか、なんかドラグマだわ。ク <laughs> ソ<くそ>。<laughs> 7万10万のプリズマティックシークレットレア欲しかったリュウキシガイアとかクソジャコカードのイメージしかない,いそうなんだよね強いぞうわあ10万引きたかったな10万あと 10, だって10万だったらさエクレシアのプリズマならそれなりのお値段へ<ー>10万出るまで買うべえプリズマってこの何ここしかからしか出ないのプリズマは10万破申しない今は7万 7万7万だったらでもねあれよねうわっとかも欲しいなこいつうわ7万7万じゃあ7万円分買えばいいってことだって10万円もらえるじゃん俺たちってプリズマは普通のパックからも出るけどただ竜騎士のプリズマは今のパックからしか出ないんだうわ初回限定版だから多分高くなるでしょ今後プリズマあそうなんだえー なんか遊戯王をやりたくなったから後でダンジョンナイスモンスターいかく。<laughs> なんでそれなんだ遊戯王のチョイスがもっとあるだろう。えーギャザのカードの方が高いイメージあったけど結構なお値段すいかく。まあなんかそういうラッシュデュエルがおすすめだぞあのなんていうの限定系は高くなるよねどうしてもねえー欲しかったなプリズマティックシークレットレアえー 7万円の買おうかなあの10万円もらえるから10万円もらえるからプリズマティックシークレットリア買ってもいいんじゃないありだよなまあそのうち供給がなくなるからねだよね多分多分供給なくなるから値段下がることないんじゃないのでももうすでに下がってんのか,からなあそうするしかねえな そいつが17万もらうじゃん。<laughs> 持って当てたやつがな。で、今日当たったカードじゃあおさらいしましょうか。1箱いくらなんこれ4500円。だいたい。あ、今もう5000円ぐらいか。税や。増税で。増税で。増税で5000円,税で 5, 円ぐらいだねで。しかもさ、これ初回限定のさ、ボックスにしか入ってないらしいからさ、買うんだったら今のうちなんだよなお目当てでなかったの。いや、お目当ては出たよ。ただなんかお目当ての最上位レアが 7万円らしい。俺のお目当ての最上位レアリティが7万円でぐらいするぐらい超レアなんだって。だからそれ欲しいなと思って。よし。本日のなるほど別に高いいパックっていうわけでは。ないのかそうだね。ボーナスパックは初回版しかないからこれから価値は上がるかもしルいマシくプリズマド。 ただの流儀志怪や調べたけど、すごいカッコいいな。マジで？ここの枠でテレビ電話繋いで、デュエルとか面白そうではないで。あー、すんごい昔にやってたよ。百年ぐらい前に。百年ぐらい前にやってた。でも俺まだ新しい禁止制限に調整もしてないから、すぐにはできねえよな。やってたんか。うん。初見。あ、初見さんこんにちは。今当たったカードをチェックしてまーす。遠炎星。 えっと、あれもう一人が参戦の際はいいよ。参戦の際めっちゃ強いよね。俺もそれ思った。あとこの3人か。あとマジにあげる3枚。何枚入ってんのにしろやと。あ、11枚か、ね。俺のデッキサンダーボルトとか、<laughs> ハーピーのハボ機入ってる時代で止めま、と略 <laughs> それね、今もね、入れられんだよな。<laughs> 実は。そのどっちのカードもね、今遊戯を使えんだよ。今の時代両方入れ,れるか。<laughs> わら。 <laughs> そうなんだよね結構離れてた人からしたら驚きだと思うけどマジで今の時代両方使えるんだよな恐ろしいよ最近の遊戯王は恐ろしい時代だよね ななんならブラックホールや神はワナム制限だしねえ、ブラックホールやカミワナムセーゲダーだ,、ね、だけダメだ大嵐オーラシはハリケーンだけダメだよな。へえ、やっぱプリズマティックシークレットレア当てれられればよかったな。配信でな。おいしいもんな。そしたらな。ウルトラ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 4枚、シク1枚か。あ、違う、ウルトラ3枚。五欲の壺はさすがにダメです。大嵐は。 自分のカードを破壊することがアドなテーマがある以上帰りイカ略普通のシクとプリザマは2択だからな強欲な壺と死者蘇生は使えますか死者蘇生は使える強欲な壺は使え者蘇生はいけるレリーフめっちゃかっこいいな今回なはいこんな感じですどうなの強欲な壺の代わりに参戦の際が出ましたそうこれが強欲な壺の効果持ってんだよこれ強欲な壺の効果持ってる強あの禁止カードの効果3つ持ってんのこれ 強欲な壺と強引な番兵と、えー、心変わりの効果を。三つ兼ね備えてしまった最強のカードが出たんだよね。<laughs> これ。だから、もう。過去にしたね、すべての、か。すべてのカードを。を強欲な壺と,、えーと。強引な番兵と。心変わりを三つ。持ってしまってるんだよね。それ禁止にしろよ。<laughs> 天使の施しと。強欲な壺が。ふんだんに入ったエクゾディアデッキがなってる。 今回ホロは表紙のカードからじゃないか。ホロ表紙のカードじゃないの？強欲で強引な心変わり。<laughs> ホロえじゃあこいつのホロないの？欲しいのに俺こいつのホロ。値段で言ってしまうと回収はできてないですが参戦出たのでいいん。いか裂く。あ本当に？まあ、てかどっちかっていうとさこのあれだよね。ないよ。あのえないんだ。俺は本当にガイアが地兵でこの。カオスルーラーっていうシンクロが今回のホロ枠。何それ？カオスルーラーがホロだっけ？肝。 コントンマリアカオスルーラーっていうシンクロマンスター、えー、こんな感じですね強強欲で強引な心変わりって寝とられみたい <laughs> はいこんな感じでしたいやええー、これのプラズマティックシークレットレア7万円なのみんなけ欲しいなこいつのプラズマティックシークレットレア買おうかなメルカリで調べようえこいつのじゃないの

昔のの絵柄のガイアだったよ,かっこよかったマジで言ってんのうわに, <laughs> にはクソじゃこやん。何それ何それめっちゃいいじゃん <laughs> てか全然さメルカリにもないね。メルカリに出回ってすらないんだけど。<laughs> メルカリに出回ってすらない。えぐっ。ああ メルカリたくさんあるよ。嘘全然出てこないよ。えー、数カートンに1枚の確率だとか。数カートンにそ,その領域被害はプリズマでしか出ない。なるほどね。初動3万で買えたわ y がち組いいな。俺が4万で買うわ。で7万で売るわ。これ絶対だってさ。そんなんもうあれじゃん。あのもうコレクターズアイテムじゃん。シンプルに。 攻撃力2300と2000のカードが合わさって2600になると馬がめちゃめちゃ強いんだよな龍騎士ガイアあガイアは暗黒騎士ガイアワえー、めっちゃいいなーうわほらこれだうわめっちゃかっけえこれ <laughs> これやばいいなーこれやばい <laughs> これやばめっちゃかっけえわうわーマジかーなんかこういうの見ちゃうこそれいったら3000のモンスター3体を合わさって4500の方体1つになっちゃったからねうわーこうやって見るとめちゃめちゃ魅力的だなーあーあーあーこいつかあこんなやつがいるんだ混沌トン底流カオスルーラーへえ うわー、まいよ。ドラグマ、ドラグマ友達にあげる予定なんだよね。らに取られて赤い馬に変わっったのののマジで草 <laughs> の究極は首の攻撃力がが1500て説がいやー、ちょっと楽しみですね。これ、ガイアのちょっとデッキ組みたいんで、今度また皆さんにあのご教示を願います。<laughs> また今度組む時があれば、組む時に皆さんに、ちょっとね、ガイアのカードをめちゃめちゃ探し当てなきゃいけないから。 昔俺一回ガイアデッキ組んでたんだけど今回のホロレジコレのゴールドレアっぽくて初期傷がひどいんだよあ、いかそうなんだあの前に一回ガイアデッキガイアオリジンはなくてもいいかもしれないえ、そうなのガイアデッキ組んでたんだけどさ俺ちょっと前まであのそれ崩しちゃったんで飽きてでまさかこんなもう一回ガイアが復活すると思わなかったんでまたそれほじくり出してどうにかして、えー、組みたいと思うんでいろいろね ガイアドラグーンとか。これ、どうぞ。何それスターライトトコムアーカイブス。何だいこれは。おじさんに言ってごらん。あーこれ、ガイアオリジンね。絵柄かっこいいよな、ガイアオリジンな。効果どういう効果なのえこのカード名の1、3の効果は一旦2以上しか使用できない。手札からレベル5以上のモンスター一体お墓ちをくたぞできるえ。このカードを手札から特殊召喚する。あ、強いじゃんでも。 えー、戦士族モンスターをアドバンス召喚する場合、このカードは2体分のリリースにできる。え強いじゃん、えー。自分相手のアドバンスフェーズ、あバトルフェーズに、ボチのこのカードを除外して、元々の攻撃力と異なる攻撃力を持つフィールドのモンスター1体を入けて,て、ボチのカ、えードを除外して、ボチのこのカードを除外して、ののして元々の攻撃力と異なる攻撃力を持つフィールドのモンスター1体対象として発動できるそのモンスターの攻撃力は、もともとの数値になる。へー。 あ、だから俺がさ下がったりしたときに、なんかこいつが下がったりしたときにもともに戻せるよって効果か。うーん。そんな強くないのいやでも、わからんよ。弱いと。わざわざ手札消費をしてまでするのは、もったいない気がする。 いつか持っといて損はないでしょ。いつかめちゃめちゃ必要になるかもしれない。ガイアカードで手札から墓地へ送られた場合に発動できるみたいなやつが来るかもしれんもしかしたら。だからそれはまあ。いやーでも自分でこの3体引けたのはめちゃめちゃ嬉しい。でもこの3体があれだよね。今回の新規ガイアだよね。キラ、キラ、キラで言うとこの。ちょっといつかね、組みたいと思うんで、その時はまた集めとくんで。 また集め終わったら配信でデッキでも組もうかなとかで調整付き合ってもらおうかなとかあるんでだって今はねやっぱカードショップとか行けないからデュエルできるからねカメラとガイアレリーフの実物画像っとかないっけあんじゃない多分マシュレキシラキオショーして墓地の呪われノノロワレシソセノロ出レシコカデイカデッキ融合できたら そこそこ強かったと思うのに許されなかったそうだねまだデッキ融合は強すぎたからないろいろあのレッドアイズフュージョンとかがあったわあったいや楽しいねやっぱ一箱開けるのはいはい白っかっこいいんだがつっルテアナコンナテレデュエルの時代かテレデュエルの時代だよ ああ、クソかっこいいわ、これ。<laughs> うわ、超欲しい、超欲しい、超欲しい。やば。どうせ500円とかでしょレューでも。<laughs> どうせ500円とかで、ね、こんなやつ。高くても1000円しないでしょたまんねえなー。どうせ500円ぐらいだから今度買うわ。でカードショップとか行けないの痛いえなー。やっぱり。カードショップ行けないのが嫌だわ。行きたいけど。 えー、ちょっと集めときますねプリシでえっマジで言ってんのクソ安いじゃねえか買います3枚買いますプリズマティックシークレットレアでもそれなりに値段するでしょ多分3 4千円ぐらいするんじゃないさっきメルカリで見てもそれぐらいだったよ3000円とか <laughs> せっかくだからさあれ開けようかな どうか転がっか俺さー、なんかこれめちゃめちゃもう埃かぶってんだけどさ、こういうパックさ、これすげえ昔の、すげえ昔でもないけど、トリシューラ、ジャッジメント、ダークアームのカオセンペラが入ってるパックなんだけどさ、これもらったはいいけど、再録されちゃったんだよね、この間ね。ずっと放置してある。これな、ハーピーの羽ぼャ射性融合のシクが入ってるやつ。 こういうのをね、俺ね、もらうだけもらって放置しちゃう癖がある。よくない。これ、1パックだけ持ってんだよね。これなんだっけなこの、生きる忍びのシルキーだっけっていうカードが、1万円ぐらいすんだよね。確か。このパックに入ってる、カードで。 ただね、なんかもったいなくて開けらんないシリーズ。え、そうなのこれさ、なんかあの、ジャンプフェスタでデュエルするともらえるみたいな。開けずに売るとどうなるの開けずに売ったら1000円とか2000円とかかな。もうそんなにいかないかもしれん。そんなんあんのこんにちは。まあ、俺が欲しかったこのガイアは出したんで、あとはまあ、 なんか強いと噂のこの、えー、参戦のなんとかとあとこの禁じられた一滴が出たからまあいいかなという感じですねまあ一応こんな感じうん <laughs> まあ全然悪くないのかなっていうでも俺これ聞いてちょっと遊戯王愚痴なんだけどさまた前にも話したんだけどジャンプフェスタ行った時にこれなんかジャンプフェスタは出なかった全然出なかった 時の魔導士って何時の魔術師じゃなくてえまあまあまあそんなの応募するでしょもちろんで全員応募者全員サービスは応募しないわけがないこれさジャンプフェスタ行ってさ本当にもう始発から友達と行ってさジャンプフェスタでこれもらいに行こうっつってあの行ったのでしょっぱな並んでもうめちゃめちゃ並んでて こしょっぱな並んで、で、なんか、あの、敵の強さのランクが、V ジャンプ買えば大丈夫。ラッシュデュエルのレッドアイズ、クロリューのヒナ、あラッシュデュエルはいいかな。よくわかんねえわ。<laughs> でさあ、その、なに、レベルが選べて、レベルが選べて、あの、クソヨは、ああヨは、普通、ツヨが選べたのよ、確か。 で、ヨアは確か小学生以下限定とかだったかな。だから、おっさんは、だから俺は、えー、普通か強しか選べなかったんだけど、で俺は、強は本当にめちゃめちゃ強いらしいから、えー、ヨアに行ったの。あ違う、普通に行ったの。で、普通で、あのー、勝つと3パックもらえて、負けると1パックなんだけど、まあ1パックだなのは負けてたんだけど、あのー、ワンキルされて、ワンターンキルされて、その、

コアクマと、なんかドラグマだけでは今あんま組めないみたいな友達は言ってた気がするけど。<laughs> そう、嫌だよね。すごい。で、そして謝られた。謝んだったらやらないでほしいわ。<laughs> もう完全にワンキルするつもりのデッキ。完全にワンキルするつもりのデッキで来ててさ、ワンキルしたら謝んの。マジで。マジで煽られたわ。めちゃめちゃ。悔しかった、俺は <laughs>。謝んだったら、そんなデッキを使わないでほしい。すいませんでした。友達がシャドウ と合わせると言われたから、えー、本当に謝るんだったらーーまあそれはある,そ本当にそれはあるこっちが手札誘発なかったのがこっちが手札誘発なかったのが悪いんだけどワンキルでも俺そういうデッキ組んでないからさ頑張ってさ俺あんまガチでやってないから今の遊戯王で初手裏持ってないのはマスクなしで <laughs> マフィーデーションなイカリャク違うので悩んだ結果 手元にでもやっぱ遊戯王の面白いところってそういうどんなジャンルとでも混ぜ合わせられるのがやっぱ面白いよななんか最近なんかさそのシャドバとかってさ流行ってっけどさどうしてもそのクラン内でしかさ混ぜられないじゃんだから多分シャドールだったらシャドールだけとかいう感じになっちゃうじゃんそれが違うのがいいよね遊戯王とほんとに最悪最悪ガイアと そのエンディミオンマジでもいいしな。無理、無理すれば。ほんと、誘発入れる枠ないよね。俺もないわ。基本的に。ふざけたデッキしか組まないからさ。誘発入れる枠ないんだよね。マジで。いやー、じゃあちょっとこれで組むわ。ガイア。ガイア組んで、またみんなちょっと、はい、ニコ玉でデュエルしようぜ、じゃあ。今度、みんなもできるようにしといて。 純ドラグマでもそれなりに戦えるけど、リソンスカツカツでもかしい。やっぱそうなんだ。エンディミオンは、ガチで組むと誘発枠がない。<ー>ガイアかっこいいよね。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。すま俺の神竜の誘発廃弾は、命削りの宝札。マジでめっちゃかっこいい。俺、ガイアのキラって持ってたっけな。俺、龍騎士ガイア、持ってない、持ってた気がするんだけど、どうだったっけな。キラファイル、どこ行った俺の遊戯王のキラファイル。はん。 スカイプデュエルならいつでもできるが。オッケー。なんか、封印してたキラファイルになんか、スカイソナカウネガ。シブモイでデモデキルあれ、ガイアガイア俺持ってないっけ。ガイア持ってないのこの辺りいないプリズマのガイア出なかったけど。可愛いエクレシアのプリズマは。イカいいいるあいるいる、イレイレイりほら,りほらみんな いいつでもできんのおもきのなこの辺りガイアデッキ組んでた時のナルのハテだガイアドレイク2枚とかいるいるよかったよかったガイアかっこいいうんやるやんいけるわほらガイアナイトもいるしな多分使わねえんだろうけどこういう辺りうんもうほらガイアセイバーもいるしな任して天んの竜騎士はスパイラルシェイバーサーチできるからね ねえ、そうスパイラルシェイバーも確か、どっかあるはずだわ。リンクのガイアも入れよう。リンクのガイアなんてあんの。あ、これ。今のデュエリストは。だいデュエルにてるぞ。いや、そうだよね。外行けない、ショップ行けないからね。なるほどね。よかったよかった。多分じゃ、あこの辺りいるってことは、多分ノーマルの,の中に。ガイアセイバーのことじゃない。あー、ガイアセイバーね。昔がスターも組んでた。お、いいね。 だからあの、なんだろう。あれだね。あの、スパイラルシェイバーとかも確か俺持ってるから、あれは探さないと、クソめんどくせえ。あの、唯一、アナログカードゲームのめんどくさい点は、カード探すのがマジでめんどくさい。ストレージに転がってるし、また、ダテンシクムかな。ぐちゃぐちゃになってるから、だからちょっと、俺に合わせたレベルで、皆さん、誘発とかないんで。 あの俺用のデッキ組んでいてください皆さん <laughs> ストレージに入れておけば楽だし俺用のデッキ組んでおいてください電章と今回のやつ入ればあとは自由枠感ある全然あの疾風の暗黒騎士ガイアとかもいいんじゃないいや入れたいよねやっぱり疾風の暗黒騎士ガイアも疾風もそうだし接待接待してください車検援住みを使いますね俺のぐちゃぐちゃデッキに <laughs> どんぐらいぐちゃぐちゃか教えてあげようかじゃあちょっと待ってな遊戯王最近やってないからあれだけど、まあ、基本的にあれは入ってないんだよね よいしょ。ガチはダメだっつってんだろ。うん。新竜使いますね。<laughs> おしまいです。イにスタウクムは。どれかな。で、俺ヒーローデッキは唯一ね、少なからず戦えるようにはしてるけど。作ったドラムのここまで機会があれば千花でいいかな。ああ千花ね。千花教えど、だって俺のさ、俺の主ヒーローの主力エリクシーラーだからね。<laughs> 俺のヒーローデッキのシュールがいいぞ。エリクシーラーだから。あのエリクシーラーに合わせてください。皆さん。自分列車マシーンがいいですか絶対強いじゃん。もしくは残骸から蘇生させたマドルチェで。エリクシーラーとはまた懐かしい。エリクシーラーに合わせてください。皆さん。エリクシーラー軸、基準で考えてください。エリクシーラーはループのお供。そんなんじゃないです。俺はエリクシーラーで戦うデッキなんで。そういうんではないです。ということで。 えまたデッキ組みますのでガイアちょっとぐかまたカード集まったらデッキ組む配信とかできればいいなって列車マシンンとかかワンキル狙う気満々じゃねえか一応俺列車準列車俺基本的に順なんだよあのー、あれじゃないんだよあれその何複合できないから頭悪いから基本的に準でしか組んでないんで列車も準だし号機も準だし持ってるデッキが列車号機 あとなんだっけ、せん基本的には、じでしか組んでないので。でし。マドンメイドっていう。かわいい女の子のテーマがあるんですけど。イカ略。知ってる、知ってる。かわいいよね、あれね。<laughs> 自分も四つ全部準構築だな。うん、準構築しかできないんで、俺バカだから。うん、そんな感じですね。じゃあ、あ、えー、また。ちょっと、カード集まったらでき、で、聞組も配信でも、できればいいなと。思います。ほい、じゃあ。 ご視聴ありがとうございました。またみんなでおティ、スカイプネットディールでもできる日を楽しみにしております。それではおつつおお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。今日も配信でっきるよ。自分のエンディミオンはマジックビーストと混ぜてるわ。お疲かれ様でした。バイニーバ,バイニーバイニー。